おんちゃもどうも、さおでございます。ということで、今回は、なんだっけ。今回は、青の円盤落ち着いたので、1時間近くのね、講義をね、していきましょう。ということで、総集編でございます。再編集しております。まあ、たまに、急にゴロッと話題が変わるところあると思うんですけど、無駄なことをカットした世界線だからなんで、そこは注意してください。それでは、青の円盤、ゼロの秘宝とも呼ばれていますが、大穴にはどんな謎が詰まっていたんでしょうか。振り返っていきましょう。ポケットモンスター SV 青の円盤、こちらのストーリーを終えてみんなはどう感じたでしょうか。エリアゼロとは何だったのか、ゼロの大空洞とは何だったのか、いや、そもそもエリアゼロとは何だったのか、様々な疑問が残っていると思います。今回は帝国時代からパルデアには秘宝があるって言われていた、そんなエリアゼロについて深掘っていきたいと思う。オンジャもどうも、サオでございます。さあ、最近ふざけた動画を出していましたが、ここで真面目な動画を出していきましょう。今回はエリアゼロの謎についてお話ししていきたいと思います。謎が残ってちゃいけないんじゃない？まあ、どうなんでしょうね。いろいろなことは分かったとは思いますが、一つ一つがチリチリに伏線を回収しているため、結構分かんないことが多いんですよね。青の円盤強化期間導入編からやっていきたいと思います。さあ、皆さん、ゼロの秘宝、ゼロの秘宝って言ってる方多いですよね。でも今回かなり情報は出たんだと思います。テラパゴスについてはまあめっちゃ出てきてるけど、なんかよくわかんないし、一緒に旅もしないし、なんかスグリのマスターボール砕けるし、なんかスグリが落ち込むし、なんかスグリがめっちゃええこと言うし、なんか脳が追いつかないですよね。さあ、行きましょう。エリアゼロから復習です。エリアゼロとはパルデア地方の中央に存在している非常に大きな穴。穴があったら入りたいという方も入るのはご注意ください。この場所は非常に昔から存在しており、誰も踏破したことがない、秘宝があるんじゃないかって言われていた場所。ここは現在ポケモンリーグ委員会が管轄しており、彼らの許可なしで入ることはできません。かつてパルデアが帝国だった時に、この世の何よりも勝る財宝が隠されている、そのように言い伝えられていました。しかし、そこに資金をつぎ込み、帝国は崩壊。結果200年前、観測隊がその最深部へ到達した、このように言われております。まあ、実際に我々はあそこを歩いて踏破したと思われていました。しかし、そこにはエリアゼロの最深部であるゼロの大空洞なんてものが存在しており、我々はまだ踏破をしていなかったっていうことが分かったんですよね。これがエリアゼロの概要なんでございますが、皆さん、エリアゼロなんて存在しなかったって言ったら驚きますか？まあ、それは驚くだろう。まあ、嘘です。まあ、嘘のようで嘘ではない、そんなパラドックスみたいなお話なんですが、ここでテラパゴスが関わってきます。それではテラパゴスについてお話ししていきます。図鑑説明はこうです。エネルギーを固い結晶に変える能力で身を守る、テラスタルの大元のポケモン。まあ、これがスカーレットの説明。まあ、つまりテラスタル現象を起こしている大元のポケモンだよねっていうところ。まあ、これが判明しました。まあ、確定しましたって言った方がいいですよね。そしてバイオレットの説明。古代のパルデアで暮らしていたが、地殻変動に巻き込まれてしまい、絶滅したと考えられていた。地殻変動？そう、パルデアでは地殻変動が起きています。もともとテラパゴスって結構わらわらわちゃわちゃいて、まあ、4日ネズミぐらいわちゃわちゃいて、まあ、じゃないと絶滅したっていうね、文言が出てこないわけ。まあ、だからポケモンの学会ではこういうポケモンがいたよねっていうのは分かってるんですよね。で、今回ポコッと出てきて、あれ、このポケモン生きてるやんってなったっていうわけ。先に出しとけよ。まあ、カメかどうかっていうのは僕らしか分かってないところだからね。まあ、くれぐれも僕以外はジュニアさんを問い詰めないように。まあ、てなわけで、まあ、彼らは古代のパルデアに暮らしていた古代ポケモンっていうわけね。これが非常に面白い。レホール先生も驚き。次は古代ポケモンについてお話ししていく。さあ、古代ポケモン、皆さん何だと思いますか？超古代ポケモンってつけると、原始海王が原始グラード。これはタイプの力が満ち溢れていた超古代のお話。だからこそ古代のポケモンたちって器としては非常に素晴らしいんですよ。許容できる自然エネルギーの量が多いんですよ。まあ、つまりパラドックスポケモンの
の古代ポケモンたちって、まあ、凶暴な姿って表現されてますよね。あれはタイプの力が非常に濃くて、そう、器値が高いっていうわけなんですよね。じゃあ、自然エネルギーを分かった上で、古代ポケモンって何なのかっていうお話。これは、今のポケモンが発見される前のポケモン。で、200万年前に今のポケモンみたいなポケモンが発見されたって言われてるんです。まあ、だから、ちょうど、ポケモンの設定的に言うと、古代ポケモンからポケモンに変わる分岐点みたいな話なんですよね。200年前が。で、そんな時期に暮らしていたのが、このテラパゴス。なんですよね。なんでだよ。これはゼロの大空洞にて見られたメモ。ゼロの大空洞。エリアゼロよりさらに仮想をゼロの大空洞と呼んでいる。この空洞が形作られたのは地層から推察するに約200万年前。空洞ができる直前まで無数の何かが穴を埋め尽くしていた形跡がある。あ、ちなみにこの無数の何かが穴を埋め尽くしていた。これは伏線として回収されてません。でもこれがなんでテラパゴスにつながるの？まあ、簡単に言うとゼロの大空洞に暮らしていたからですね。だからそれはなんでなんだよ。このゼロの大空洞どうやってできたかはわかりません。しかしそこには空洞があり、カメたちが暮らしていました。しかし一つ事件が起きます。それがパルデアの大穴エリアゼロ、これの形成です。エリアゼロの形成こそが崩落なんですよ。そしてエリアゼロの形成自体は100万年以上前って言われてるわけだから、ここが時系列としてつながります。ゼロの大空洞の上にはエリアゼロなんてものはなかったんです。100万年前に崩落して、そこがエリアゼロとして形成され、その崩壊がテラパゴスを絶滅させたんじゃないかって言われてたっていうことにつながるわけです。しかしその最後の崩落を経て、現在は地形が安定しているっていうことになります。まあだからこのカメはテラスタルの力、結晶化の力を使って崩壊から身を守った生き残りなんですよね。だからこの無数の何かが埋め尽くしていたっていうのも、もともとテラスタルっていう結晶があってで、テラパゴスがそれに適応した姿みたいな感じで考えることもできる。まあ、だからテラパゴスは何かしらの危機にあったんじゃないかって以前もうなんか半年以上ぐらい前の動画で言ったと思うんですが、それが崩落だったんですよね。さあ、この崩落を示唆する文言っていうのは特性にも出ているかもしれません。ゼロフォーミングなんですけど、まあフィールドの影響をすべてゼロにするっていうところもあるんですが、まあダブルミーニングを妄想すると、まあゼロを作り出す力ってことですよね。パルデアにはぽっかりと大穴よりも大きな穴、これがフォーミングされていくわけです。ゼロのように。まあしかしこれだと、ゼロの大空洞の崩壊、それがテラパゴスのテラスフォルムだっていうことになっちゃうんですよね。でもあの能力ってテラスタルのエネルギーが飽和してないと使えない、まあ結構人為的な力によるものなのかもしれません。そして彼らに備わっている本当の力って実際何だったんでしょうか。テラスタルの大元っていうことしか分かってないんですよね。というわけでみんなの脳も飽和してきたところで、まあ僕の脳も飽和してきているので、次回の動画に続いていきます。素振りが不憫すぎるクライマックス。テラパゴスはテラスタルの力で暴走し、テラス池で博士と会うというエピローグ。超絶怒涛な展開の繰り返しで頭にハテナが浮かんだ方も多いと思います。今回はテラパゴスの能力、そしてヘザーについてお話ししていきたいと思います。そこにはどんな財宝が眠っているのか、はたまたゼロの秘宝なのか。さあ今回はテラパゴスの能力編なんでございますが、まあ僕も今探り探りな点なんで、右耳から左耳へブーメラン投げとく感じでお願いします。帰ってきてんじゃないかよ。さあテラパゴスについて今回はお話ししていくんですが、図鑑ナンバー1024、めちゃめちゃいんなポケモン、すごいね。第3伝説のポジションになっております。こちらの能力なんですが、ゼロフォーミングというステラフォルムで見られる能力があり、このゼロフォーミングはコライドンやミライドンが作り出すフィールドだったり天候だったりをゼロに戻す、収束させるっていう能力を持ってます。まあなんか収束って聞くと時間関連のこともあんのかな、確率関連のこともあんのかな、光関連のこともあんのかな、結構ロマンが溢れた性能をしている、そんなテラパゴスさんなんでございますが、彼らの正体はテラスタルの大元のポケモン、かつ古代ポケモンだったってことなんですよね。これは図鑑説明から明らかになってます。前回の内容だな。じゃあここからちょっと前回よりステップアップしていくんですけど、この200万年前のポケモンであるテラパゴスって、まあ古代ポケモンからポケモンへ移り変わる、そんな臨界で
点的なね、まあ、弁別域みたいな、どこに弁別域があるんだみたいなポケモンなんですよ。つまりまあポケモンの始まりですね。でマイナスが古代ポケモンって見ると、まあまさしくゼロのポケモンなんですよね。では概要を終えて、ここからはテラパゴスの能力についてお話ししていきます。さあ一体テラパゴスの能力は何だったのか。でこれは2つの見方があります。テラパゴスはもうポケモンとして存在していて、一番テラスタルに適応することができるポケモンだった、まあ、つまりテラスタルを自然な状態、常にテラスタルのようなエネルギーを発することができる、そんなポケモンだったってわけですね。まあ、僕らが酸素を取り込んで二酸化炭素を吐いているように、テラパゴスにとってはテラスタルをしている状態が当たり前の状態、それが体にあってゼロの状態、それがテラパゴスの能力だったんじゃないか。そしてテラパゴスはエリアゼロの大空洞の中に住んでいて、その中には無数の何かが埋め尽くしていた形跡がある。それはテラパゴスがそのフィールドを収束させて自分の中に取り込むことができる、そんな能力だったんじゃないかっていう見方があります。これについてまず深掘っていくんですが、まずフィールドや天気の力、これはタイプに関係する力です。そんなものを自分の中に収束させてゼロにしてしまう、まあ、まさに自然エネルギーを持つテラスタルともぴったりな能力、後天的にテラスタルの力をつけたんじゃないか、彼らが生きている場所に適応した姿なんじゃないかっていう考え方ですね。まあ、もう一つは自然的な見方で、まあ彼らがテラスタルを作ってますっていう見方だね。まあ簡単に言うなら彼らの術式でテラスタルができる。まあ彼らの念能力でもいいですし、忍術でもいいですし、何でもいいです。個人的には前者の方がいろいろなものを説明できて楽だったりするんですが、ここはちょっとまだわかりません。まあとりあえずテラスタルを司るポケモンであるということは間違いない。基本的に彼らは防御に特化した能力を持ちます。テラスタル結晶のエネルギーを彼らは操ることで自分の周りにテラスタル壁を展開します。このバリアは疑似的にレイドのポケモンが使っていたり、最終戦のテラパゴスでバリアを使っていたり、あれがまあ本来の能力です。テラスタルをいかに使うか、防御に使おうって考えたのがテラパゴスで、この防御に使おうって考えたのはなぜなのかっていうと、まあおそらく過去にあったパルデアのエリアゼロができた際の大空洞の大災害、崩落ですね。まあそれのトラウマというか、まあそれに適応した姿なんかな。そして戦闘時はテラスチェンジっていうものをします。まあだけど一応セーブしてる状態っていうか、最小限しかエネルギーをまとってない姿になります。でその後ステラフォルムっていうものがあります。このステラフォルムはテラスタルのエネルギーの安定感をなくしてエネルギーが限界突破した状態、まあつまりオーバーロードした無限大な安定力を欠いたエネルギーが満ち満ち溢れている、そんな状態がステラフォルムってなります。だから本来はなれないフォルムっていうか、なろうとしないフォルムでございます。なので今回はすぐりのせいで、まあ人為的なオーバーロードを引き起こされたっていうイメージになります。まあ自分でなれるかどうかもちょっとわかんないぐらいまではあると思います。しかし図鑑説明によると、古代人が描いた世界や宇宙に浮かぶ星、それと非常に似ているよねっていうところから、実は古代人が彼らの姿、まあステラフォルムを目撃していたんじゃないかっていう考え方もできるんです。まあつまりステラフォルムで活動していたってわけですよね。ここでテラスタルのエネルギーについてお話ししていきましょう。ここからが非常に重要です。まずテラスタルというものはどういうものなのか。もともと大気と結合しやすいっていうところは公式の本で分かっていたんですが、今回メカニズムは判明して、テラスタルのエネルギーを飽和させることでエネルギーが結晶化し、より可視化しやすい状態に変化するんだとか。もう何言ってっか分かんねえよ。まあだから簡単にまあ理科で考えると、水溶液の中にお塩を溶かしました。基本的にはこの塩がね、いつも混ざってて見えない状態、これがパルデアのポケモンたちで、その中でテラスタルオーブをぶち当てたらどうなるかっていう話。先ほど言った塩の量が多くなって飽和水溶液みたいな状態になるんです。まあこれ温度を上げたらどうなんのみたいな見方もありますけど、まあ例え話なんで。で大気中のエネルギーが飽和するとポケモンを包んでテラスタルし、それが結晶となるってわけですね。で結果的にエネルギーを使える容量も上がるので、ポケモンたちの技の威力が上がっていくと、そんなミラクルな能力なんでございますが、この飽和という理論は後ほど使っていきます。
まあだからいきなり寝起きになんかボーン照らされエネルギー使わされたら、まあそれは暴走しますよね。といった感じなんでございますが、もう一個能力ありませんでした。え、なんかあったっけ。時と空間を超える力です。まあ彼ら自体が時と時間を超える能力は多分ないんだと思います。これはテラスタルがとか言いたいわけではなく、彼らは時間転移をできない、つまりセレビーみたいなポケモンではなさそうなんですよね。まあこれ結構僕も飽和してる部分なんでございますが、彼らはおそらく得意点です。イメージ的にはこのような線で流れていく時間の流れ、その得意点になります。もっと簡単に言うなら時間と空間のワープポイントです。さらにもっと簡単に言うなら、テラパゴスがいるところに時と空間を超えて誰かを呼び出すことができる能力です。博士のラストエピソード、このイベントは実際に予言されていたかのように、ゼロの大空洞のメモに白い本と子供に出会った過去のオーリムのタイムラインで経験したことが綴られていました。主人公とアギャスとの再会、まあ主人公は再会じゃないか、このイベントのことを物語っていたと思う。ただこれはかなりパラドックスが生まれるというか、今回の謎は一番ここに詰まってんじゃないかっていうところなんで、これはちょっと次回以降に回していくんですが、まあ理論はさておき、博士はおそらく秘密のラボで研究していたところ飛ばされたって言ってるんで、ゼロの大空洞の中でテラパゴスを発見しかけた、または研究しかけた段階でテラス池にワープしていることがわかります。つまりどちらもテラパゴスが近くにいた状態なんです。さらに詳しく言うと、ゼロの大空洞からテラス池へ飛ばすことができます。これなんでなんだよ。ガチでわかんないんですよね。しかしこれを裏付ける要因はもう一つあります。それがヘザーの謎の記憶。最深部にてタイとはぐれて一時的に遭難してしまい倒れているのを発見された。その時に見た夢であろうか、私は知らない場所で誰かと話したような記憶がある。これまさに博士のメモにあった状態と一緒なんですよね。時間と空間の転移によって意識が朦朧としている中、誰かに出会ってこの記憶を書いた。さあこれは誰なんでしょう。博士ですよね。まあつまりテラパゴスによって時間転移空間転移ができるという、知っている、過去の人物を呼び出せると知っているのは過去のオーリムフトゥーでしかないんですよ。まあつまりノウハウを知っている的な。子供に呼び出され白い本の中に書いてある情報を手にしてしまった彼らは、過去の人物であるヘザーさんをテラス池に呼んで、このメモを自分たちのために書き残しました。研究の近道のために、タイムマシーンの近道のためにってなるんですよね。さらに場所はエリアゼロの最深部、博士と同じ条件が揃っています。博士がテラス池によってヘザーを呼び出せばいいだけ。しかし記憶は朦朧。その中でヘザーはあることを思い出したのかもしれません。回収されなかった伏線、現在青の円盤では番外編が残っていますが、これは桃に関する物語、エリアゼロの謎は一向に解かれることがなく終わってしまったのかもしれません。しかし今作の一つのテーマとして、願いの実現、また時や空間、そしてもう一つはパラドックスというものが存在しています。前回の動画をご覧になった皆さんは、まあなんとなく説明できてんじゃないのって思ったかもしれませんが、前回の動画の後半、あれはほぼ誤りです。それでは今回パラドックスについてお話ししていきましょう。オンジャもどうもサオでございます。いや冒頭のなんだよ。あ、前回のやつがってやつですね。まあ基本的に僕の動画って前回見なくても分かりやすくしていきたいところではあるんですが、まあちょっと今回に関しましてはちょっとね難しすぎるんでね、前回を見ていただいた方がいいかもしれませんが、まあどうでもいい、そんなことはどうでもいいぞ、早く今回の話を聞かせろ。まあそんなせっかちボーイズ、まあせっかちガールズ、急がば回るな、最短距離で行きましょう。さあ今回はですね、パラドックスに焦点を当てた上で、まあ前回のあらすじからお話ししていきたいと思うんですが、まあ様々な矛盾が今回生まれています。まあ日本語的に訳すと矛盾ではなく、パラドックスって逆説なんでございますが、まあ今回はちょっと矛盾って言っていきたいところです。まあその方が分かりやすいから、うん、分かりやすい方が皆さん好きでしょ。まあ僕は難解な方が好きなんですけどね、逆張りの皆さんも満足できる内容になってるのかもしれません。それではまず前回のあらすじ。
まあまずはこの謎の記憶ですよね。まあ、テラス池に呼び起こされた博士、それがテラス池の時間転移能力というものを知ったっていうね、まあ一つの条件が満たされるわけでございます。つまりタイムマシンへの最短距離、急がば回るなをするためにはですね、過去のヘザーさんにまあタイムマシンだとかテラスサルオーブだとか、まあテラスサルの技術についてまあ教えて、ね、記憶を欠損するというリスクを考え、ブックにメモとして残させて、今後自分がスカーレットブックというものを得ることを知っていますから、そのスカーレットブックをもとにテラスタルやタイムマシンの研究を早めて行おうっていうね思惑から、このメモを残させた、つまりフトゥーオーリムが残させたんじゃないかっていうお話でした。また白い本を持つ少女の博士が残したメモの状況とヘザーさんの謎の記憶の状況は非常に合致しています。まあ見知らぬ場所っていうのはテラス池のことだった、まあ北上のことだったって解釈することができるんですよね。てなわけで、この時間転移の条件というものは、おそらく近くにテラパゴスがいる時間、まあプラスもう一つの時にある時間、まあその場所にいる、まあ何がしか、まあおそらく生物、まあ生物や物質、これを転移させるっていう能力なのではないかというねお話でした。まあ、この能力に関しては、あるものに一貫している。まあ、これはちょっと最後で、エリアゼロ編の最終回にお話ししたいと思います。では、結局このまま終わってしまいました。まあ、エリアゼロ編ね。まあ、しかし、こんな落としどころでは満足できない。そんな猿ではない。ちゃんと頭脳を持った人間の皆さん。ここからパラドックスについてお話ししていきましょう。まず、今回、何のパラドックスが起きていたでしょうか。ここを整理していきます。まず、大きなところでもうパラドックスって名前を冠したポケモンたちが過去や未来、まあもしかしたらどっちでもないところから送り飛ばされているっていうところですよね。そしてもう一つは白い本の存在。白い本を渡してしまった場合、タイムマシンの鍵となっていたスカーレットブックは現在のタイムラインの主人公が所持していることになります。まあつまりタイムマシンが起動できないんじゃね。まあこれに関しては白い本の方を鍵にしたみたいに考えることができるんですけど、今回の時間軸はやはりブックが鍵になってるわけです。あそこに白い本をはめていたとすれば、この矛盾は解消されるんですが、現状その歴史は変わってません。さらに大きな点でもう一つ、コライドンの命名、ミライドンの命名です。主人公たちが伝えてしまったことによって、博士はこれがコライドン、ミライドンとこの世界では呼ばれているのか、このように考えてしまった結果、名付け親は本来この世界線では博士だったはずなのに、今回主人公が博士が命名したコライドンとミライドンという名前を命名元の博士に教えてしまってる状態、まあつまり謎の記憶みたいな状態が起きてるわけです。タイムマシンの理論の出どころどこ？こんな状態になってる。ゼロという文字のようにぐるぐる回ってしまってるわけでございます。こんなの説明できないだろ。まあこんなの説明できないんですよ。だからこそ、まあ、苦肉の策って言ったらこれね、まあ怒られるかもしれないんですけれども、タイムマシンに関する映画みたいなものはこの世界にも無限と存在してるわけです。もうそれもぐるぐる回ってるわけでございます。いや無限ではないか、アベンジャーズもそうだったような気がしますし、まあ、パラレルワールドというものが存在しているわけでございます。今回のポケモンもおそらくこのパラドックスを解消する上で、おそらくパラレルワールドの解釈が関わってきます。まあこれは非常に簡単なお話、中身は非常に簡単ではないお話なんですが、まあオーリム、フトゥー博士はこのようにお話ししています。だが時空の可能性は無数に存在する。頭がこんがらがってきた。別の世界線があったらどうなるのか。まあこの別世界の解釈っていうものは、もうポケモン世界では三文の頃から結構一般的になってる考え方なんですが、歴史が違う世界、そこにタイムトラベルしている、飛んでいるっていう考え方ですね。まあこのように世界が分岐しているんであれば矛盾が生まれないよねっていうお話なんですが、白い本、まあ先ほどのパラドックスを生み出した一つの元凶ですよね。あれを持ち帰らせちゃったんだから、とんでもないことが起きますよ。でもこの世界の歴史、SV 本編では変わってません。だからこそ、あの博士は自分たちが言っていたように、別の世界線の人っていうことなんですよね。また、博士が別世界線の人間である。我々の世界の博士と、呼んだ博士の歴史が異なるっていう部分は、最後のエピソードの中にこっそりと込められています。それが、コライドンとミライドン。ここにもパラドックスが存在しているようで存在していません。
というのもエリアゼロのラボ上から下がっていく、まあ、12340ラボプラス秘密のラボってなってるんですけど、これ段階を経るごとに時系列が変わってるんですね。テラス池の博士、この博士 B と言えましょう。この博士 B はすでにペパーが生まれてます。そして僕らの世界線の博士 A はコライドンの命名のタイミングにペパーは生まれてません。こちらのメモを見るとこのようになってます。博士 B はペパーの誕生、テラス池にシフトチェンジ、コライドンとミライドン翼の王たちを見る。そしてこの会話イベントから転移に成功したか成功していないかは分かりませんが、コライドンを命名していくっていう形になるんですよね。まあ、とまあこのようになるわけでございます。つまり歴史が違うんですよ。だからこそ博士たちは時空の可能性が無数に存在するって言ってたわけですね。ペパーくんがいなくて嘆いた、合わせてやってよって嘆いた方も多いと思うんですが、本当の母親とはもう会うことはできないんですよね。非常に儚いイベント。こっから話が盛り上がってきます。今回物語に分岐点が存在しています。それが青のディスク。青のディスクの存在によって SV の本来の歴史から白い本を生み出すという歴史に分岐してるんです。この青のディスクっていうものがまさに僕らの世界の DLC になってるんですよ。まあ、ただこの青のディスク意味不明です。今のところやばすぎ。そのままタイムマシンや出来事を歴史を別の世界線に持ち帰ってしまってんのが別世界線の僕らが出会ったフトゥオーリムって話だからこそ前回のお話は誤りになるんですよね。まあ、ただ前回のお話も話しておくべきなんですよ。というのもこの歴史はゼロのように繰り返してます。その繰り返す歴史を変えたのが青の円盤であるディスクだったんです。しかし我々のタイムライン、つまりこれって不完全なものなんですよ。この繰り返す歴史、どこが終着点だと思いますか？誰が主人公なのかっていう考え方なんですけど、おそらくこれ博士です。博士が旦那もしくは嫁さんプラスペパー、この3人で楽園を見るというのがハッピーエンドです。つまりこの白い本を渡した先の世界線ではすでにペパーが生まれている、研究に絶望もしていない、夫や妻が一緒にいる状態で白い本を持ち帰っていたとしたら、まさにハッピーエンドの世界線なのかもしれません。もしかしたらタイムマシンも作らないかもしれませんしね、結末を知っていれば。つまりこの青の円盤というものはハッピーエンドに導くための鍵。しかしその先は予想できない、限りなく正解に近い世界線だったものを僕らはプレイしていたのかもしれません。なりたい自分に変身する、そんな魔法のような力を持つテラスタル。 SV で初登場した拡張能力であるテラスタル、それはパルデアの土地柄、北上の土地柄、そして一種の土地柄とも関係しております。しかしこれらの3地方で確認されているテラスタル、全て性質メカニズムが異なることはご存知でしょうか？今回はテラスタルについてお話ししていきたいと思います。オンジャモどうもサオでございます。というわけで皆さん、ハッピーバレンタインでございます。まあつまり大晦日が45日目ってことなんですけれども、チョコ嫌いの僕としては謎にそわそわして、別にもらったとしても好きじゃないっていうツンデレ度の高いイベントとなっておりましたが、皆さんどうでしょう？まあというわけで、チョコがもらえず絶望している方はですね、パルデアの土でも食っとけ。というわけで今回はパルデアの土に関係するテラスタルのお話、今までちょっと解説できなかった部分を紹介していきたいと思います。まず前半はテラパゴスについてお話できていなかった部分を話していく。別の動画でやればいいじゃん。いや別の動画でやるっつったって、みんなテラパゴスに興味ないじゃん。モモワローの方がみんな興味あるじゃん。どこで格差がついたんですか？非常にキュートな見た目してますよ。あてな感じで、この格差がついてしまったこのカメさんについてお話ししていきます。元々の由来はテラスタルおよびステラプラスガラパゴスというものが由来になっております。ガラパゴス諸島はスペイン人の司教によって発見されたとされているので、今回の舞台はスペイン、モチーフとしてはぴったり。かつこのガラパゴスプラスカメでガラパゴスゾウガメ、まあ、進化生物学者チャールズ・ダーウィンさんでございます。まあ、自然淘汰説っていうものの
根拠の一つとして挙げている生物。なぜダーウィンがこのガラパゴス諸島のカメに注目したのかっていうと、ガラパゴスの島ごと、まあ、別の種類のゾウガメが進化して暮らしている。まあ、ある島、下に草が生い茂っていました。下に草が生い茂ってるってことは首を上に持ち上げなくても餌が食べられる。ゾウガメの甲羅の形が丸いドーム型になります。しかし、草が下にない島で育つゾウガメ。首を持ち上げて飯を食う必要がありますので、まあ、ドーム型ではなく、より首を上げやすい形に進化していった。こういった生物の文化の仕組みっていうものがありますよねっていうお話をしています。今回詳しくは語りませんが、海ディグダやディグダ、陸クラゲや毒クラゲのように修練進化にまつわるものでもありますし、もちろんパラドックスもこういった自然選択とか、種の進化にまつわる事柄っていうのは SV で触れられています。まあ、修練進化についてちょっと難しいんですけどね。それでは次に世界の進化、まあ、図鑑について触れていこうと思います。スカーレットテラスタルエネルギーが異常に増幅した姿、古代人が考えた世界に似ている。そしてバイオレット、地底に埋もれた姿はまるで宇宙に浮かぶ星のようだと古い探検記に記される。僕ら見たことがないロストページにまつわる項目ですね。古代人が考えた世界ってどういうものなんでしょうか。これはおそらくアクパーラに近いものだと思われます。このアクパーラ、これ最後まで聞いてください。インド神話における天地創造神話、おやおやアルセウスの影が、まあちょっとそういう話ではないんですが、まあ大地というか宇宙、海の下にはオオガメが存在していて、この世界を支えている。まあ陸や海を支えるゾウがいて、その上に我々が暮らす大地が存在している。インド神話の世界観、まあテラパゴスと比較してみると体はちょっと別になってるんですよね。まあおそらく元ネタはこのインド神話のアクパーラ。では古代の世界観って本当にこうだったのっていうお話になるんですが、まず科学的な観点から見てもこれは違いますよね。説明するまでもなく違う部分になるんですが、この神話自体も架空の神話になっています。神話って架空じゃないの？まあまあそれはなんか宗教的な観点にも関わる部分で、まあ、何とも言えない部分なんですが、なぜ架空の神話かって言われてるかっていうと、この世界観って実際にはインドの出典ではないんですよね。ヨーロッパ人、まあ一応最初がドイツって言われてるんですけど、昔のヨーロッパ人がアジア人を見下す目線で描かれた、まあ、つまりインドの神話観ってなんかこんな感じだよね、おもろいよねみたいな俗説を本として発表して、それがインドの世界観なんだよってヨーロッパで流行った図って言われてます。だからそういった部分も含めてこういった図鑑に書かれているっていうところ、まあ、もちろんスペインはヨーロッパでございますから、まあこの図鑑説明はそういったフレーバーが含まれているのかもしれませんね。それではテラスタル、ポケットモンスター、スカーレットバイオレットに登場した新要素、拡張機能でございます。バトル中に全身が宝石のように輝き、そしてタイプの強化だったり、タイプをそのままチェンジしてしまったり、新世代のテラスタルだとなんかわけのわからんタイプの結晶が頭の周りを外周するという要素になっております。さあこのテラスタル、パルデアでしか確認できない要素と言われていたんですが、仮称北上地方や一種でもテラスタルが行われております。しかしこのテラスタル、メカニズムを解剖してみると全ての地方異なるテラスタルをしてるんですね。それでは視聴者の皆さん、どれぐらいテラスタルについてご存知でしょうか。クイズを出していきます。それではこれは何でしょう。ノーマル。これ EV ですね。怒られるぞ。このテラスタルという謎の現象の発見自体、これはヘザーさんの時代から見つかっていたものだったんですが、実用化およびにそのテラスタルという現象自体の世間への発表はプトゥーオーリムの時代、10年以内に行われています。だから実用方法は割と最近見つかって、世間に認知されるようになったのも新しい、そんな技術。この技術はいろんな研究者がオーガポンのお面の噂のように興味を持って押し寄せているという形になります。それではテラスタルにまつわるキーワードというものを挙げていきます。まずは結晶の花、そして飽和、そしてエネルギー濃度。テラスタルにはこの3つの関連ワードが存在しています。まずは結晶の花なんですが、これですね。まあテラレイドバトルに行くこの結晶なんてものも結晶の花の一つだと考えられております。そして飽和というものは、皆さんが腰の玉につけているそのテラスタルオーブ、こちらのメカニズムとも関係していて、大気中のテラスタルエネルギー、これが飽和するとテラスタルという現象を引き起こすことができます。
。なのでこの結晶の花自体も自発的なエネルギー、まあ、つまりオーブを使わずに飽和し結晶化したっていう自然のテラスタルっていうことになるんですよね。だからこそ自然的にテラスタルをするポケモンたち、これが存在していました。オーブがない時代に。ここまでは以前の授業でもお話ししたことですが、今回から濃度的なお話をしていきます。テラスタルの濃度というもの自体はゼロの大空洞に進出した時に、ブライアさんがゼロの大空洞をどんどん進んでいくとテラスタルの濃度、テラスタルエネルギーの濃度というものが高くなっている、このように分析していました。今回の本題を思い出してみましょう。北上、一種、パルデア、このテラスタルって全然違うものになります。これは濃度に関わるお話です。それではパルデア地方のテラスタルの性質、源はどこでしょうか。まあ源って言っても、まあテラパゴスだったりテラスタルのエネルギーというものが漠然と存在している形になります。まあでこのテラスタルのエネルギーは結晶化したり大気に溶け込んだり、あと土に混じったりするんですね。そこから大気に溶けてパルデア地方ではテラスタルができるって形になっていて、まあ一見このように普通に見える場所なんですが、まあ大気にはテラスタル、土にはテラスタルが湧いていて、そこから結晶の花がこのようにボコッと出る形になっている。でこの大気中にあるテラスタルっていうものは、まあ、濃度が上がると可視化することができるんですね。まあそれがこのエリアゼロ、パルデアの大穴。まあちょっと動画では分かりづらいかもしれませんが、このキラキラしたものが大気中に溶け込むテラスタルのエネルギーです。で簡単な話ですよね。このエリアゼロから、まあ、このようにバーって広がっていくんですけど、まあ、端に行くほどにテラスタルの濃度っていうものは、まあ、差が出るというか少なくなっていって、大穴に近づくごとに濃くなっていきます。はい、このように大気中の濃度が、まあ、飽和すると、まあ、自発的な結晶が増えてくるって形になっていて、ゼロの大空洞ではもう一番濃いエネルギーがあったっていうお話ですね。まあ、パルデア地方って、まあ、他地方と比べると薄めのエネルギーになってます。北上は？それでは北上のお話をしていきましょう。北上ではこのようにテラ水系を元にした水源がこのように里全体を覆っていっています。まあラクドだけは、まあ、その影響を受けてないんですが、パルデアとの大きな違いは水です。水に溶け込んでそのテラスタルのエネルギーを運んで里を覆ってるって形です。なので水に溶け込むと飽和せず、まあ、豊富なエネルギーっていうものが里全体を行き渡らせるっていう形。まあ、ですが、あまりにもテラスタルのエネルギーが、まあ、膨大だと、まあ、水の中でもこのように飽和します。で、テラス池の結晶の花自体は、昔はこれほど大きくなくて、日に日に飽和し、このような結晶を作り出し、飽和しない部分は、まあ、水に溶け出して、あとはこのテラス池の中にある結晶、まあ、もちろん土にも行きますから、エネルギーが大気に溶けているって、まあ、二重構造になってるわけですよね。まあ、なので、北上のテラスタルって多分パルデアより強固なものなんですね。まあ、理論上はね、まず強力なものになっています。で最後がブルーベリー学園。まあ、登りながらお話しすると、まあ、ブルーベリー学園の、まあ、このテラスタルの技術っていうものはパルデアの研究、そしてテラス池の研究を終えた上でブライアさんが実現している、まあ、仮想的なテラスタル、まあ、源はこれですよね。テラリウムコアですが、物語の進捗によりテラリウムコアの、まあ、メカニズムが異なるっていうところですね。まあこれどっかで見たことありますよね、これね。まあテラス池にそっくりなんですよね、気候がね。青の円盤っていうものはクリア前に来ることができるんですが、こんな感じの見た目をしていて、まあこれがパルデアの土を使ったものになります。なのでパルデアと同じようなテラスタルができる。緑の仮面をクリアするとですね、テラス池の水というものが追加されます。これが北上のテラスタルですよね。これがゼロの大空洞の結晶を入れた形、つまりエネルギー濃度が最も高い状態でエネルギーを照射しているっていうのがわかるかなって思います。そしてその条件を満たすと何ができるかっていうと、ステラができるんですね。まあこれも全てエネルギー濃度に関わるお話です。だからこそパルデアの土だけだとゼロに行かない限りは弱めなテラスタルになってます。だからこそ自然でステラしちゃってる野生のポケモンが出てくるんですよね、ここでもね。あれでもパルデアでもステラできるぞ。主人公たちのオーブが
エネルギー濃度の濃い場所に行ってテラスタルオーブが進化したからですね。これは作中でも語られてました。で、このエネルギー濃度のお話っていうものは、まあ、タイムマシンとかにもつながるんですけど、まあ、実質今このブルーベリー学園は時間転移が起きてもおかしくない状況になっています。というのもこのエネルギー濃度なんですが、テラス池ですね、テラス池でも一時的な時間転移ができるっていうのはヘザーさんのケースやエピローグの博士のケースで明らかになってますよね。テラパゴスがいればここに誰かを呼ぶことができてしまうっていうのはエネルギー濃度の足し算のお話だったんですね。池の水、結晶、プラスステラの力っていうのはテラリウムコアにもパルデアの土、テラスタルの池、エリアゼロの結晶しっかり当てはまってるわけでございます。で、これ博士の研究ともつながってますよね。そもそもその条件が満たされてるのはゼロの大空洞ですよね。そういったものからこの伝承ではどこかからもたらされた結晶の成分が溶けており、引用可能で村の水源でもあります。やばいですよね。で、池の光を見ていると亡くなった人に会えるという言い伝えもありますというものは、まあ、過去の人間を飛ばすことができる、そんな場所、そんな条件が揃えばのお話で、この言い伝えがあるということは以前にも誰かがここに呼び寄せられたのかもしれませんね。はい、ここから余談なんですけど、まあ、おそらくこの濃度的なものの条件を満たした場所で咲く結晶の花ならぬ本物の植物というものがポケモンに効能をのたらす特殊なスパイス、まあ、テラスタルした植物的なノリだね、で出現するんじゃないかって思ってます。テラス由来の証拠っていうのは、まあ、実はコライドンで分かって、あの岩薬ですね、スパイスが元になってネリネさんが作ったあの岩薬を使った際の飛行がこのような演出になって、おそらくこれステラ的なエネルギー濃度を帯びた植物かから持たされたスパイスだからこそステラ的な波動が出てるんじゃないかなって思います。まあでもこの辺の謎はね、これ読めれば全部解決したのにね、持ってきやがってよ。自分もなんか編集の時にこれ見たんですけど、もう何言ってんのか、なんか、なんだかよくわかんないですね。難しいわ。難しいし、大半忘れてるわ。俺も。ということでございました。以上になります。ぜひともチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。特にコメントがないよっていう方はですね、何の総集編出してほしいかぜひともコメント欄に書いてみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。残念ですが、さようなら。